待って、切符なくしちゃったかも。何ちんたらしてるのよ、どきなさい。あ、すいません。しめしめ。すいません、キンさん。はい、どうされました。どこかで切符なくしちゃったみたいで。どこか心当たりはありますか。嘘ついてるわよ。え、どういうことですか。本当は切符なんて最初から買ってないのよ。色目を使って不正乗車を企んでるのよ。そんな。お客様、本当ですか。そんなことしないですよ。すぐベースを書けばいいと思ってるのよ。あざと呼んだね。いやらしい。橋爪さんも根拠はあるんですか。ガキが一丁前にメイクなんてして20年もしたらね、誰にも相手にされなくなるわよ。ひどいです。お姉さん、え、ジュース買うとこに切符落としてたよ、これ。ありがとう。ってことは橋爪さん、どういうことですか。よし、京都まで帰ったね。やったー。待ちなさい。え、さっきそこの券売機で切符を買ったんだけど取り忘れちゃってね。私たちの分しかなかったですよ。本当かい。本当ですよ。本当だよ。見せてみなさい。あ、そうそう、これよこれ。ちょっと返してください。孫と一緒に京都に行こうと思って買ったのよ。そんな無茶苦茶な。おいごらてめえ。すぐに防犯カメラで確認します。映像が映ってない。こんなこともあろうかと防犯カメラに布をかぶせといたのよ。こうなったら。お客様。何よ。切符は何で買いましたか。え、普通にお金よ。現金ということですね。それが何よ。この切符は左上に C 制とありますよね。これはクレジット払いの印なんですよね。ちゅちゅーん。にぃママー、どけ。どこへ行っちゃったの。邪魔なのよ。どうした、チビ。迷子になっちゃったの。母ちゃんと来たのか。うん、探してやりてえけどこれからバイトだからな。しゃあないか。よし、チビ、一緒に探すぞ。うん、誘拐犯がいるわよ。あ、何事ですか。このチンピラが子供を泣かして誘拐しようとしてるわよ。いや、迷子だから一緒に。言い訳はゴミよ、子供から離れなさい。何なんだよ。お姉ちゃん行かないで。え、大人はみんな怖い人ばっかだ。でもお姉ちゃんの声は助けてくれたんだ。チビ、そのおばさんは嘘つきだ。子供が言うことに嘘はありませんね。ソウスケ、ママよかった。じゃあ俺はバイトあるんで。お兄ちゃん助けてくれてありがとう。じゃあな。じゃあ私も心得で。足爪さん、あなたはそろそろレッドカードですよ。駅員さん、どうされました。改札で指定を上げてる人がいます。え、すぐ行きます。お客様どうしたんですか。何があったんですか。お客様、コツジって申しますか。知らないですよ。何事ですか。改札をタッチしたらピヨピヨって鳴るって聞いたんですが。それは子供だけです。大人は鳴りませんよ。僕は駄菓子屋に毎日通ってるから子供じゃないんですか。大人だよ。心は少年かもしれないけど。日曜日の朝欠かさず戦隊ヒーローを見てるから子供じゃないんですか。大人だよ。それは戦隊ヒーローマニアって言うんだよ。未だにパンツは白いブリーフを履いてるのに子供じゃないんですか。大人だよ。今白いブリーフどこで売ってんだよ。わかりました。焼酎でも飲んで大人の階段登りたいと思います。あいついくつなんだ。急げー。撃て。あ、ごめんなさい。俺の高い高い靴がお前に踏まれて汚れちゃったのよ。ごめんなさい。大人の世界は謝ってもすまんのよ。なんだ、弁償代だ。お金ないよ。なら親に言え。どうにかしてここに持ってくるのよ。泣いてもダメなのよ。おいこらてめえ。え、子供にその言い方はなくない。なんだと。そんな風に精神的に追い込んでその子がトラウマになったらどうすんだよ。その子の生活に支障出たら責任取れんのか。でもこいつが俺の靴を踏んだからな。その弁償代よりその子を傷つけた慰謝料の方が何十倍も高いけど大丈夫。それは駅員さん連れてって。警察官とお待ちです。クソゲー、やつを逮捕しなさい。何事ですか。犯罪者がいるわよ。何があったんですか。エスカレーターを駆け上がってるやつがいたのよ。あー、なるほど。すいません、知らなくて。名古屋市では10月からエスカレーターで止まることが義務になったんです。そうだったんですね。駆け上がる際にぶつかって転倒する事故が多くなっておりますのでご協力をお願いします。はい。ちょっと駅員さん、そんなので許すんじゃないでしょうね。え、逮捕なり罰金なり罰があるんじゃないの。今のところこの条例で罰則はございませんよ。何をする。
で、そんなのじゃ駆け上がる人も減らないわよ。ただ今まで以上に呼びかけやポスターなどで力を入れていきますので、立ち止まり、両方のルー右左、お、キャッチフレーズですね。これから広がっていくといいわね。安全よし。じゃあ小テスト終わった人から帰っていいぞ。終わりました。終わりました。私もタクボよ待て。なんなの、適当に埋めたらいいってもんじゃないぞ。適当じゃねえし。じゃあなんだこれは。トンチ、太陽の表面温度は何度か。絶対0度。地球凍っちまうわ。あとこいに、太陽は東から昇って水風呂に沈む。サウナか。あとこいさん、火星木星土星、次に来るのは横浜流星。なわけねえだろ。全問正解するまで居残りだ。あ、もう終電来るから帰る。おいタクボよ、逃げるな。乗せて。待ってましたよ、お帰りなさい。ただぽよ。じゃあもう時間がないので、文化祭の出し物は雑巾絞り体験でいいですか。いいわけねえだろ、誰が来んだよ。じゃあ他に案を出してください。お化け屋敷とか。ベタすぎるだろ。メイド喫茶とか。めんどくさいよ、喧嘩自慢でよくない。決定。待て待て待て、ブレイキングダウンで流行ってるけど、さすがに学校ではやらねえだろ。1回100円で、私に勝ったら100万円とかにしたら。お前がやられたら100万円どうすんだよ。その辺のやつに負けるわけねえだろ。今までどんなやつと戦ってきたと思ってんだよ。こっちは背負ってるもんがちげえんだよ。うん、ここはスルーしとこ。それか、一番誰がコンクリぶっ壊せるかやる。一個もぶっ壊せねえよ。現実的なの頼むよ。じゃあひろゆきさん呼んできて、ディベート対決とかは。誰が勝てんだよ。高校生であの人に勝てる人いねえよ。ならあれやるしかねえだろ。なにパンケーキ屋さん。いいとも。勝地くんのお宅ですか。勝地って申しますか。こっちが聞いてんだよ。先生、靴のまま上がっちゃってください。へえ、アメリカスタイルなんだ。いえ、足元にビー玉が転がってるので。片付けて。危ないな。先生はここに座っててください。ガンダムのテックピットじゃん。先生戦いたくないよ。もうすぐお父さんが来るので待っててください。いや緊張するね。あ、お父さんです。こんにちは。いや、マリオで上から落ちてくるストーンだよね。本当にお父さんですか。そうですよ。似てると言えば似てるけど。これよかったらどうぞ。お口に合うといいんですが。何これ。おじいちゃんの入れ歯です。合うわけないでしょ。びっくりした。普通お菓子とかじゃないの。勝地は頑張ってますか。ああ、頑張ってくれてますよ。みんなが嫌がることも率先してやってくれますし、運動神経も抜群でびっくりしてます。そうですか、それならよかった。ところで先生、そこにいると危ないですよ。え、食欲の秋、スポーツの秋、アンジェラ秋。最後ちげえだろ。スポーツの秋ということで、体力テストを始めます。淡々と行くな。まず 50m 走から行きます。よーい、ドン。シャーチース。胸を8秒5、イガラシ6秒3、タクパヨ4秒ジャスト。世界記録じゃねえか。ボルトも腰抜かすぞ。次は握力か。うん、55キロか。粉になっちゃった。こーわ。最後はシャトルランナー。もうダメだ。胸を。今負けそうで、泣きそうで、消えてしまいそうな僕は。アンジェラの秋だ。なんか五十嵐滑ってない。俺の走るとこ凍りつくみてえだ。エルサか。勝地って申しますか。エルサショットガン。来週から教習所だな。免許どっちにすんの。今の時代はクラッチのない自動変速機付き自動車で十分だよな。オートマって言え。俺は峠道をかっこよく走りてえから、ミッションにするぜ。何飲んの。ハスラー。オートマでいいだろ。なんでもう乗ってんだよ。この辺私ん家の敷地だから。嘘つけ、学校だぞここ。私ね、本当はみんなと一緒に免許合宿とか行きたかったのにね、免許取れないんだって。え、なんで。免停食らった。免許持ってたのかよ。何違反したんだよ。車改造したの、マニターみたいに。その技術がすげえよ。トヨタ入ったら。みんなはどこで免許取んの。俺は冬の長野。雪道怖えぞ。俺はアフリカのジャングル。教習所ねえだろ。いろんな猛獣に邪魔されるぞ。私が行ってた教習所紹介しよっか。どこ行ってたの。アバシリ。刑務所じゃないよね。お残しは許しまへんで。じゃあ少なめで。はーい。俺は力士じゃねえぞ。こんなに食えねえよ。ちゃんと食べねえと大関になれねえぞ。だから力士じゃねえって。まったく。はいよ。具なしじゃねえか。ちゃんと混ぜてからよそって。贅沢は敵だ。今この瞬間、腹いっぱい飯食えることに感謝しろ。はい。牛乳欲しいですか。
うん、一本もらおうかな。どうぞ、たくさん飲んでください。一頭はいらねえよ。飲みきれるわけねえだろ。一人一頭じゃないんですか？給食費いくらあっても足りねえよ。まったく、このクラスはどうなってんだよ。じゃあ席について食べるぞ。榊原先生、みんなにいじめられてませんか？何がだ、今日の給食もうまそうじゃねえか。うまそう。あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？なんなのよあんた。え？今頭触ったわよね。いや、倒れてきたので心配で。他のところも触ったわよね。いや、ちょっと待ってくださいよ。来たんよ、この変態男に体を触られたわ。お客様、本当ですか？そんなわけないじゃないですか。まず認めて謝罪をしなさい。謝罪を。すいません、謝るな。あなたは本当にやってないんですよね？はい。なら謝っちゃダメですよ。認めたことになりますよ。あ、日本人はついすいませんと謝ってしまう癖があります。でもこの状況で謝ってしまったら不利になります。あ、すいません、また謝ってますよ。あなたは何も悪いことをしていません。堂々としていてください。はい。シュー、パンケーキ屋さんオープン。お客さん来づらいって。あれ、タクボよ、パンケーキミックス買ってきた？買ってきたよ。何それ？パンケーキダックス。なんだそれ、勝手に新しい犬種作んな。仕方ねえ、それで作るしかねえか。やめてあげて。俺買ってくるから。よし、先生が最初の客だ。あ、バラッチは蜂蜜取ってきて。はいよ。聞き分けいいな。先生のプライドねえのか。接客は俺に任せろ。なんだよその格好。お化け屋敷パンケーキ屋さんにしちゃおうぜ。詰め込みすぎだよ。仮面取りな。うー、はちみつ取ってきたぞ。めっちゃ刺されてんじゃん。バラッチあざとよ。みんな売りまくるよ。今日の売り上げは2億だ。店出そうぜ。え、ケンさん、どうされました？先頭車両にうるさい人がいるの。え、すぐ行きます。ポンポーン。ちょっとお客様。ポンポーン。何事ですか？ポンポーン。いい加減にしてください。達人って申しますか？知らねえよ。周りのお客様にも迷惑ですので静かにしてください。線路に鹿が侵入してたので僕が汽笛を鳴らしただけですよ。お前は黙ってろ。汽笛は電車が鳴らしますので静かにしててください。いつも先頭車両に乗ってる人が叫んでたんじゃないんですか？判決になるわ。いつも先頭車両で夜間を沸かしてたんじゃないんですか？こいつ悪いだろ。いつも先頭車両にアフリカゾウを飼育してたんじゃないんですか？電車潰れるぞ。たまにゾウみたいな汽笛鳴るときあるけど。じゃあ電車の汽笛は僕がやらなくてもいいんですね？もちろんです。わかりました、ビッグサンダーマウンテンでやってきます。そうして、アースジェットってどこですか？あちらでございます。ん、サラテクトってどこですか？あちらでございます。ちょうどうちもハエが多くて困ってたのよ。アースジェットちょうだい。はい、サラテクトでもいいわよ。いや、ないですよ。何言ってんのよ、さっき案内してたじゃないの。もしかしてアースジェット口のことですか？アースジェット口。はい、この度神田駅は神田駅アース製薬本社前となったんです。そのため南口がアースジェット口、東口をサラテクト口、他にもモンダミン口とバスロマン口があります。紛らわしいわね。他にもあの人気 CM が発車メロディーになってるんです。おくちくちくちモンダミン、知ってますか？知ってるわよ、何万回も聞いたわよ。うわー、早いな。こんな時こそあれを使いなさいよ。はい。アースジェットじゃないのね。あれ、サッカー部が練習してる。おい、イガラシうまいな。ボール取ってきます。いや、ちゃんとシュート決まってたよ。だれ、お手本のようなサボり方してる。イガラシ、顧問が来たよ、殺しますか？スナイパー雇ってんの？やれ。やるな。それじゃあ外周10周だ。だれ、始め。顧問の周りだけ回ってない？顧問もなんで気づかねえんだよ。じゃあ試合を始めるぞ。本日の試合はタクアンスタジアムで行われます。解説は横山さんに来てもらっています。こんばんは、お願いします。ズバリ今日の注目選手は誰でしょうか？なんといっても五十嵐選手ですね。彼のプレーが楽しみです。それでは試合スタートです。よっしゃ、行くぞ。一発レッドじゃねえか。じゃあ帰ります。サボり方怖。くそげー、遅いわねー。皆様もう少々お待ちください。きついって、定期券の列がすごいことになってるわ。定期を
作ってください。区間はどうされますか？岡崎から熱海まで何ヶ月でお作りしますか？半年で。では最後にお名前をお願いします。10ゲーム10ゲーム5個のすり切れ、貝ジャリ水魚の水量マーツ、ウンライマーツ、フーライマーツ、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイプパイプパイプのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長助です。長いって。早く知る。いい加減にしなさいよ。お客様、長すぎて定期に勝ちきれません。それは困ります。親が心を込めて作ってくれた名前なんです。そう言われましても、なんとか省略できないですか？お母さんに聞いてみますね。お願いします。ハロー、10ゲーム10ゲーム5個のすり切れ、カイジャル水魚の水行末。皆さん、もう少し待っててくださいね。ヤブラーコーチのブラコーチ、パイプパイプパイプのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのカエル。このクラスの合唱の課題曲は夜遊びのアイドルでいいですか？むずすぎんだろ。ノーマルでも歌えねえのに。この曲は混声8部合唱です。パート分けすぎだろ。じゃあカントリーロードでよくない？あ、定番だしね。ちょうど1年前に。高橋ジョージのロードだよそれ。なんでもいいけど、明日本番だから頑張ろうぜ。もう間に合わねえよ。カントリーロード、この道、一国道の歌い方すな。ずっと行けば、息継ぎクロールみてえだな。あの街に続いてる気がする。めっちゃ感情こもってる。カントリーロード、金賞は3年 P 組です。イエーイ。やるときはやるな。この電車は全席指定席となっております。ご乗車の際は特急券が必要です。乗車券しか買ってないけどバレないわよね。まもなく発車します。よいしょ、ちょっとトイレ行ってこよう。あの男、えらいお荷物ね。あそこに紛れ込んだらバレないわ。松本到着です。あれ、スーツケースこんなに重かったっけ？お客様大丈夫ですか？ちょっと荷物が重くて手伝ってもらえますか？かしこまりました。お客様どういうことですか？まずい。逃がしませんよ。人のスーツケースに入って何やってたんですか？事務室までお願いします。大変だ。横山さんどうしました？ホームに危険物があるのよ。え、これは大変なことになるのよ。すぐ行きます。なんだこの鼻を刺す匂いは。危険物に違いない。あとは警察に任せよう。タクワン警察です。不審物はどちらに？あちらです。この鼻を刺す匂い、硝酸アンモニウムに違いないな。そしてわずかにヒトラジン一水和物の香り、二つを混合させた液体爆弾の可能性があります。え、爆弾だ。どうか駅にいるお客様のために助けてください。爆弾処理班行動開始。不審物接近しました。慎重に中身を確認しろ。わかりました。不審物開封。中身は何だ？サロンパスです。サロンパス？あ、カニだ。よく見えるな。そんな小さくねえよ。ほら、あそこ。は？なんだよ、あれ。カニ？あ。ご乗車ありがとうございます。え？止まれ！手に持ってる刃物を捨てろ。刃物じゃないです。そう、つくな！あ、体と繋がってる？どういうことですか？僕の手なんです。ちょっと説明してください。胴から足先までお前は人間と同じにできている。ある部分を除いてな。今まで不便をかけたな。博士、これからお前に手を授ける。これでお前は人を救うんだ。はい。頭のそれはかぶったままか。それじゃあ最後のし、あ、博士。カニヒコ、逃げるんだ。それでずっと海に。はい。はい。そこに落ちてましたよ。カニヒコさんのですか？かわいい。カニヒコさん？あ、そうです。よかった。どうぞ。ありがとうございます。キャー！あ、何事よ？あの人、手がカニのハサミなんです。なんですって？怖い。噂で聞いたことがあるわ。こいつは地獄から来た悪魔の子よ。え？早くこの世界から追い出すのよ。自然に背く悪魔よ。何者なの？ああ、気持ちの悪い生き物ね。早く出て行きなさい。カニヒコさん、一旦事務室に入っててください。はい。ちょっとあんた、あの悪魔をかばう気？彼はこちらで何とかしますので。ちゃんと排除するのよ。お願いします。わかりました。
停車中3220F から宅腕社員。どうされました？落ち着いて聞いてくれ。え？ 3220F 車内に事件爆弾が仕掛けられている。爆弾？落ち着け。俺たちが焦ったらおしまいだ。警察に連絡は？もちろんした。じゃあすぐに来て処理してくれるんですよね？時間がないんだ。え？爆破まであと30秒だ。そんな冷えてきたわね。乗客の命を最優先に動いてくれ。わかりました。爆弾ですか？あなたもすぐ逃げてください。止められます。え？博士に言われたんです。これでお前は人を救うんだ。僕は人を救います。いや、ちょっと逃げろ。悪魔のせいよ。足が動かない。もっと行きたかったな。僕が守るよ。え？ちょっとお客さん、あの人はやってくれます。え？いいから信じて見ててください。終わりました。蟹彦さん、何者なんだ？大丈夫ですか？この人、私を助けてくれたの？病院まで送りますよ。ありがとうございます。警察だ！すぐに武器を捨てて手を挙げろ。刃物を捨てろっつってんだよ。わからねえのか。抵抗するようなら撃つぞ。この人は私たちを助けてくれたんです。え？その手で私たちの命を救ってくれたんです。見た目だけで決めつけてあげないでください。僕らも保証します。彼はヒーローです。うん、まあ命の恩人ね。撤収だ。蟹彦さん、今度ご飯行きましょう。はい。何が好きなんですか？エビフライです。カニじゃないんですね。おい、てめえ！俺は認めてねえぞ、バケモンが。お前もそんなバケモンに騙されんじゃねえよ、リサ。え？あ、元彼です。俺のとこ戻ってこいよ。何言ってんの？私たちはもう終わったの。勝手なこと言うな、そんな！邪魔すんじゃねえよ、バケモンが。博士、どうしたら？リサ、行くぞ。やめてよ。俺に抵抗してんじゃねえよ。非常停止！大事な人を傷つける人は許さない。ふざけんじゃねえ！蟹彦さん、ハグしてもいいですか？できないよ。どうして？大事な人を傷つけたくない。傷ついたっていいよ。それが愛の印でしょ。やばい、二度寝したせいで遅れそう。マジで榊原うぜえよな。今度あいつのカバン隠してやろうぜ。てか今からやりに行こうぜ。いいね。あ、すみません、そこ開けてもらってもいいですか？なんだてめえ、五十嵐にどけっつってんのか。いい度胸してんな、姉ちゃん。いや、そこ通りたいだけです。他んとこ通ればいいだろ。てか何持ってんだよ。やめてください。は？こんなもんこうしてやるよ。コンパクトになってよかったな。めんどくせえから行くぞ。あ、お姉ちゃん大丈夫？なんか白杖が壊れちゃって。大丈夫ですか？予備が家にあるんで平気です。ホームまでご案内しますね。ありがとうございます。おい、これ、はい、お前のハンカチだろ。あ、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい。今日は白杖について学んでいきます。つまんねえな。サボろうぜ。行こう行こう。白杖とは、目が見えない人や弱視者といって目が見えにくい人が使用するもので。おい、五十嵐行こうぜ。ああ、先行ってて。らしくねえな。使用してる人にとっては命の次に大事なものです。そうだったのか。お腹空いたなあ。この前の、ん？よいしょ。何やってるのよ、あんた。あ、私のカバン盗もうとしたわよね。いや、してねえよ。ちょっと誰か警察を呼んでちょうだい。ちょっと待てよ。何事ですか？このチンピラが私のカバンを盗もうとしたのよ。本当ですか？ちげえっつってんだろ。こんな見た目のやつ泥棒に違いないじゃない。お兄ちゃん、事務室まで来てもらおうか。ふざけんなよ。ちょっといいですか？はい。え？その人の話聞いてあげてください。そいつは盗もうとした犯罪者よ。私は小3の時から視力がだんだん落ちてきて、今はほとんど見えてません。え？やっぱりか。見えないからって何なのよ。こいつはね、私のカバンを盗もうとしたのよ。だからそうじゃねえって。人を見た目だけで判断してませんか？人は見えるもので何でも決めすぎです。着ている服や髪型だけでその人のことを分かった気になってませんか？そんなことないわよ。私から見たその人はそんな悪い人には見えません。お兄ちゃん、
なんで人のカバンを触ったんですか？カバンで遮ってたんだよ、点字ブロックを。え？悪情のやつがつまずいたら危ねえと思ってよ。そうだったんですね。チューン。ありがとう、五十嵐くん。なんで名前を？声聞いたらすぐ分かったの、前にぶつかった人だって。こないだは俺のダチが、ごめんなさい。金はバイトして返すから。そんなのいいよ、その代わりホームまで案内して。おう。黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。じゃあ今日はマックにしよう。いいけど、この前も食わなかったか。美味しいからいいじゃん。あ、ちょっと段差あるぞ。うん。おい、隣にいるやつは誰だ？お父さん？あ、五十嵐って言います。なんだそのだらしない髪は。服装もチャラチャラしやがって。うちの娘に触るな。お父さんやめて、五十嵐はいい人だよ。ふざけるな。障害を持ったこの子、こんなやつに任せられるか。お父さん、俺もっと頑張ってタクポヨにふさわしい男になるんで。気安くお父さんと呼ぶなクソガキが。タクポヨ非常。五十嵐、タクポヨ、五十嵐、目が覚めたの？大丈夫？タクポヨ、え、好きです。ありがとう。私、表情や仕草がわからないから、言葉で言ってもらえるとすっごく嬉しい。治ったらマック行こうな。うん。